このふにゃふにゃした棒を飛ばしていきましょう。なんなんだよこのゲーム。ジャンプできる回数は、最大2回。いいとこに、ハゲがいますね。ちゃんとくっつくのかよ。最後に白黒のところに着地すれば。レベルコンプリート。王道の新作ゲーム、スティッキーフリップ。平らな面をくっつけながら、ふにゃふにゃした棒をゴールまで飛ばしていきます。わけわかんなすぎるゲームだろ。ハゲは一度くっつくと気絶するので、要注意です。何を吸い取られたんだよ。ここは二段ジャンプ。やっちまったー。地面に激突したら終わりなんだな。なので、油断は禁物です。ここのハゲは動かないからくっつけやすいぜ。この角度大丈夫か。割とギリギリくっついていってるぜ。そしてバーベルスクワットハゲに人組。まずは手前のハゲにくっつけます。よし、前側いけた。飛距離足りてないだろ。ギリギリセーフ。めちゃくちゃ危ないとこでした。なんでそこセーフなんだよ。あとはじわじわここを登っていって、ゴールが見えてきました。これなら落ちることはなさそうだぜ。あとはゴール越えて飛びすぎないように注意するだけ。続いてはレベル8。乗る場所はカブとハゲだけみたいだな。またバーベルスクワットハゲがいます。しっかり乗っていきましょう。そして上がったところでジャンプ。飛距離足りてなかったぜ。危ない、ほっぺに着地。意外と簡単には進ませてもらえませんよ。今度のハゲは止まってるぜ。その着地は何なんだー。くっついてないけど安定してるぜ。ちょっと動かしますか。ほっぺに移動。こっから動くと気絶するぜ。やべべ、この体勢は。終わったー。ハゲは一度くっつくと気絶してぶっ倒れるから、ハゲに着地してから飛ぶのはタイミング重要だぜ。座ってるハゲの場合は、ちゃんと脳天に着地したいですね。これがベストな形だな。あとは扉の上の方にくっついて倒してあげれば、すぐゴールです。これで。今度はレベル20。ランニングマシンで走ってるから荒々しいぜ。何これめちゃくちゃ揺れ動くんだけど、おいハゲ、落ち着いてくれ。頭に変なのついてんのにランニングに夢中すぎるぜ。これ飛ぶタイミング大事ですよ。よくハゲの動きを観察して、ここだ。危ないとこだったな。まさか、次もランニングしてるなんて、この奥はゴールだぜ。横についてしまったー。これは相当難しい動きしてるぜ。いけるか。ハゲの服にはくっつけないぜ。やっちまったー。今度はちゃんと脳天に。着地成功。これならだいぶ揺れが少ないので、簡単にゴールまで、たどり着くことができました。